必ずやろう日本最高朝豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひ現在ですねまあ国防に関して、えー、まあ一応予算の増額はある程度認めながらもこれについても幾分抑制しなければいけないという話がですねこう出てきた上でまあ更にですねまあ増税によってね まあその一部の資金だとはいえですね、まあ、賄おうとするような、まあ、こういう議論というものが、まあ、今こう起こっていてはわっということでもってですね、えー、ああでもないこうでもないというこういう、えー、レベルの議論に、えー、なっているということは、まあ、皆さんご承知のところだと思います。 で,それでででそれすね今、その我が国を取り巻くこの国防の状況というものから真面目に考えた場合にですね今、こういう話をしている場合かということについてまあ、根本に立ち返ってですねちょっと見てみたいということで、まあ、今回はそういうい感じの動画ににすることししました私たちが今真っ先に注目しておきたいのは米海軍のマイケル・ギルディ作戦部長の発言なんですね。 でギルディ作戦部長はこの20年間を振り返った場合中国はやるといったあらゆる目標を設定よりも早く、えー、達成したんだということを言っているわけなんです。で2023年末までに中国による台湾侵攻が起こる可能性は排除できないんだとこういう見方を示したわけなんですね。 で今から1年ちょっと前になりますが2021年に当時のアメリカインド太平洋軍のフィリップ・デイ・ビッドソン司令官はですね台湾有事が2027年までに起こる可能性というのを示唆したということになります、えー、当時からあ見て6年後ぐらいまでにね起こるんじゃないか えというような感じ、まあ、現在から見れば5年後ぐらいまでに起こるんじゃないかという話をしていたのがあーギルディ作戦部長のえ話になるとですね、えー、もうぐっと迫っていやこれから1年以内に起こるんじゃないかというこういう感じになってきているわけなんですね。でブリリンンケン、えー、アメリカ国務長官も 中国はやはりですね以前と比べるとかなり早い時間軸で、えー、この台湾との再統一を目指すと決意したんだというようなこんな言い方をしているわけです。こういうアメリカの政府の高官である、えー、アメリカ軍の,おその上層部のお意見であるというこういうところを見た場合にどうも中国国内で起こっている大きな変化を アメリカ政府は何か掴んでいるんだろうというふうに見た方がこれは正しいってことになるんじゃないかとまあ私は思うということがありますで実際中国側の発言もですねかつてよりもこのエスカレートしているっていうことがあるわけなんですね、えー、習近平総書記はですねアメリカバイデン大統領との首脳会談において台湾問題を革新的利益中の 革新的利益で中米関係において超えてはならない一番のレッドラインだなんていうこんな言い方までしたわけなんですね。で武力行使の放棄も決しして約束ななんかしないよというこういう言い方もしているわけです。でこれまで中国側は台湾問題を革新的利益として表現するっていうことはあったりはしましたけれども。 革革新新的的利利益益中の革新的利益という言い方は今回初めて登場したものですでこういう観点から見ればなんですが台湾の位置づけは間違いなく1段上がった、えー、そういうふうに見るべきだということになるかと思いますね。 でこのバイデン習近平会談後の米中防衛大臣会合こういうものが開かれたわけなんですが、まあ、ここにおいても中国の魏鳳和国防大臣はですね基本習近平発言と同じようなことを繰り返し述べているということも起きています。で客観的的なでですすねね軍事的合理性えつまりです、ね 中国が台湾への軍事侵攻を行って本当に台湾本島でこう制圧できるのかという観点からすると、まあ、少なくともですよこの台湾本島を制圧するというこの軍事的可能性というものは全く考えられないということになるわけなんですね。 まあ、金門島であるとか馬祖列島であるという、まあ、中国大陸のすぐねこの脇のところにある、まあ、台湾本島からはかなり離れたところにね、えー、ポツポツとことあったりするのがあるんですけれどもこういうところだけなんとか制覇するっていうんだったらまあやれないことはないっていうふうには当然考えるべきなんですけれども。 台湾本島に対して、えー、それをですね本当にこう制圧するということができるのかといったら、まあ、それは、まあ、ぶっちゃけですが現実的可能性は考えられないといった方がいいと思います。 でこの具体的根拠については、まあ、過去動画でね結構詳しく喋っているっていうこともあるので、まあ、今回は私は触れないです。で問題は習近平がそんな軍事的合理性に基づいてですね軍事侵攻するかどうかを決めるとは考えられないというこういうところにあるわけなんですね。習近平はイエスマンばっかりを好んで ね、習近平に対してですねこのいめるようなそういう発言を行う人間をバンバン遠ざけてまあさっきの党大会で、まあ、そのあたりはほぼ完璧にこう成立させたみたいなそういう状況にもなっているわけですよね。でイエスマンたちはですねこの習近平から反発を受けて失脚するなんてことを、えー、一番恐れているそういう立場であるがゆえに習近平にとってですね 気に入らないことを情報としてあげるっていうことはこれはもうやらないというふうに見るべきだと思うわけですねでそうすると台湾を軍事侵略して制圧してですねこれでもう中国の一躍一番のヒーローになるということを夢見ている習近平のもとにですねもうそのシナリオにとって都合の良さそうな情報は上がっていっても しかしながらあその都合の悪い情報はですね決して上に上がっていくことはないと、まあ、こんな感じになるでしょうってことですでそうするとそのシナリオにとって都合のいい話ばっかりが入ってくる中で台湾への軍事侵攻が具体化されるということはこれは現実に起こりうる話になってくるわけですね。でギルディ作戦部長が2023年末までにですねこの軍事侵攻の可能性があると。 いうふうに考えているのはおそらくこの中国国内の中で、まあ、こうした話についてより具体的な動きというものをキャッチしているということではないかと、まあ、考えるべきだと思うわけですね。でまあそんなことを実際にやったらまあその台湾侵攻は失敗に終わりますよねと、まあ、台湾侵攻に失敗するという状態になればこの中国共産党政権がぶっ潰れるんじゃないのと。 でぶっ潰れるんだったらそれでもいいんじゃないなんてね、まあ、こう思う人もまあ中にはいいるんじゃないかなかと思うわけですしかしながら台湾の人たちがですね実際に受けるこの甚大な被害というものが、ね、どんなものになるのかっていうことの想像をするならばなんですがそんなことが起きるってことを私たちは容認できるかといったらやっぱりなかなか容認できないところって安易ですかってことなんです。 その上ですが、この半導体のサプライチェーンがですね、もう完全崩壊するわけですよね。まあ最終製品を作るのが台湾の TSMC をはじめとしたファウンドリーという、こういうところに依存する割合というのはものすごく高いわけで、で、これがまあ全て消え去るみたいなこと、まあ一時的であれ完全にストップするみたいなことが まあ怒るとすればなんですけれどももうこれは世界経済は大パニックになるまあそういう影響を持つっていうのもこれは考えておかなければいけないですよね。でこういう観点から一定なんですけれどもその中国共産党が無理をしてでもこう台湾侵攻するのを望むという姿勢は私はねあんまりいい態度だと思わないわけなんです。でさてまあもう一つなんですが12月9日の話ですが。 中国とインドの国境付近でですね、えー、またですね、ちょっと軍事衝突みたいなことがありました。で、両軍のこの衝突というのはですね、2021年1月以来ということなので、ほぼ2年ぶりになるのかなという感じになります。で、これは、まあ、偶発的な衝突であるとはですね、私はね、考えられないんじゃないかなと思っています。というのは、 今真冬ですよねで、えー、衝突があったのはチベットの高地なわけですよ、えー、海抜5000メーターぐらいということになっていますけれどもそんなところでですよ今の時期に偶発的な軍事衝突なんてありうるんですかってことなんですよで、そもそも兵士たちはですねそんなね,ねその冬の寒い中兵舎から外に出るっていうことすら あんまりやりたかないっていうのが、これ実際じゃないかと思うわけです。で、中国人民解放軍のこの報道官はですね、ね、中国軍はこの地域で定例のパトロールを行っていただけだと、え、ところがそのパトロールをやっていたところにインド軍が違法にこう越境してきて妨害をしたのだっていうふうに、こういうふうに語っているわけなんですね。で、インド側の発表では、 まあ600人というまあ膨大な中国兵士が、あそのえー、一応こう、境界ラインみたいなのが人工的に今決められているところがありますが、ここを越境してきて、インド軍に、ね、攻撃を仕掛けてきた。で、これをインド軍が撃退したんだみたいな、まあ、こんな感じのストーリーで話をしていたりします。 どっちの言っていることが正しいのかよく分からんっていうこともあるしまあどっちの方にもいくの真実といくの嘘がねこう混ざっているというふうにまあ見なきゃいけないのかもしれませんただまあこの話ともにですねある程度の真実性をまあ含んでいるというふうに考えた場合この真冬のチベットの山岳地帯でなぜか中国が 600人という大人数でパトロール行動を行い、インド側がこれに反応したっていうことになるんじゃないかってことなんですよね。まあ部分的な情報でしかないから決めつけるわけにはいかないんですが、どうも中国側が 異常な行動をしたのではないかというふうにまあ推測がされるわけなんです。これが今のところ最も合理的かなっていうことなんですが、もちろんこれから情報が新たに出てきた場合にこの推測はですねちょっと違うぞということになるかもしれません。でこれが習近平の指示によって起こっているっていうことであるなら、それは習近平の非常な非合理な拡張主義が 台湾方面だけに現れているわけではなくてインド方面にも現れているんだということになってきますよねでまた習近平がですね預かり知らないところで、えー、実際にこの軍事衝突が起こっているなんてことがあるとすれば習近平は人民解放軍完全掌握したと結構思われているけれども 実は完全掌握はできておらず人民解放軍の一部のメンバーは、うん、結構勝手な行動を起こしているっていう話にもなるわけですねそうすると解放軍の一部がこの習近平が望まないタイミングで軍事行動を起こすことができるということを具体的に示したというこういう話にもなりかねないわけです で、どっちであるのかは我々からはなかなかわからないということがあるわけなんですが、どちらであったとしてもめちゃめちゃ深刻な話だっていうことにならないでしょうかと私は思うわけなんですね。で、このことを前提にした上で今の国防の議論を考えるべきだというふうに私は思っているわけです。つまりですね、中国が台湾に軍事侵攻する可能性というものは現実に高まっていて、 2023年末までにですね起こるというこの可能性は決してですね、えー、単なる一つの可能性ぐらいに考えるわけじゃなくて割と現実感のある非常に大きな可能性として考えなければいけないだろうということなんです。でさらに言えばなんですがひょっとしたら我が国に対する攻撃だって変なことから起こってしまうかもしれないというのもこれまた考えなきゃいけないということになるわけなんですね。 で、これをどう抑止するか、これを真面目に考えなければいけないという、こういう段階になっているときに、ね、中国に対してですよ。 えー、なんか我々が何かやったら向こうをかえって刺激するかもしれないとかという腰の引けた対応をやっていたりとかあるいは中国が何かを仕掛けるにしても5年以上先になるような感じのことを前提にした上でまあ徐々にですねこの防衛予算を積み上げていけばいいというようなこんな発想で物事を見てていいのかってことなわけですよ。 で本気で中国を抑止するような体制というのを取らなきゃいけないということになるんであって本来であればこの中国がこの台湾に対して軍事侵攻をこうやってくるというこういうような話があるそしてミサイルをぶっ放してくるようなことがあるこういうことがあった場合にはね台湾からだけじゃなくて日本からもミサイル飛ぶかもしれないよという。 このぐらいの話まで言って、えー、中国に対して危険だぞと、えー。台湾だけを相手にすればいいだけじゃなくて、日本も相手にしなきゃいけなくなるぞと。えー、さらにその後ろにはアメリカもついているぞという、こういう話まで持ち出して、脅さなければいけないぐらいの、本当はそういうレベルの話ですよね。もちろん憲法上の制約などから、 まあそんなことが現実に今言えるかやれるかって言ったら、まあさすがにそれはできないということにはなるわけなんですが、しかしながらなるべくそれに近い状態にして、中国側になるべくですね、やばい行動を取らせないようなプレッシャーというのをしっかりかけておくっていうことをやらないといけないんじゃないかってことなんです。で、バイデン政権は中国に対して、まあめちゃめちゃ腰が引けてるところがあると私は思っています。まあ、 あいろんな見方があるんで私の見方に全て賛同してくださいというふうに言うつもりはないですけれども私は隠れた中で中国をいろいろサポートするような感じのことをバイデンはやってるんじゃないのねサウジアラビアに対してあれだけこう痛めつけるような感じのことをバイデンがやってるのも実は中国に利益を与えるために密かにやってんじゃないのみたいな感じのことを私は思ってたりしますけれどもでまあそこは。 あ人によって考え方が違うと思うんで、本当にね、えー、何度も言いますけれども、意見をね、一致させるつもりはないです。で、そういうバイデン政権であるからこそなんですが、現実に台湾有事が発生した時にですね、米軍を迅速に動かすかどうかは、これはわからないというふうに見るべきであると思うわけなんですね。 でそのバイデン政権を台湾防衛から逃げられないように日本はむしろ動く必要があるんじゃないかとも思うわけなんです。つまり中国が台湾に軍事侵攻するならば日米は共同で対処しなければならなくなるぐらいの発言、えーまあ、ギリギリのラインの発言ですね。このぐらいはですね、岸田政権は ガンガンいって今の段階からビビらせておかないといけないんじゃないかと思うわけなんですよね。でこれはあその情報工作の観点からもすごく重要になってくるわけです。だこういう話をバンバン公言するっていうことがすごく大事だっていうことなんです。で私からすればなんですけれどもね、えーまあ、こんな感じのことをね本当は、えー、政府に言ってもらいたいっていうことがあります。でどんな話かっって言ったら 日米が共同対処するってことがね分かっている以上中国があえて台湾に武力侵攻することなどしないとは信じたいがしかしながら好戦的態度をちらつかせる習近平政権であるから実際には何をしでかすか予断を許さないとでここで習近平政権に忠告をしておきたいと実際に台湾侵攻に踏み切った場合に 中国共産党体制というものはね、そのまま維持できるかどうかっていうのはよく考えるべきじゃないか。ね。ルーマニアのチャウシェスク大統領のあの最後を忘れないでもらいたい。ま、このくらいのですね、脅しを本当はですね、ね、機械を見て何回かこうぶつけていくっていうこのぐらいのことを本当はやるべきなんじゃないかと、ま、思ってたりするわけなんです。 でこういう脅しがですね、えー、実際に発せられた場合に中国進出企業、ね、特にこの日系企業、この中に動揺が広がるっていうのも、えー、当然ながら想像に難くはないわけですよね。で、日本企業に限らず外資系企業が中国からの撤退をね、これは考えなきゃいけないっていうことをちょっと真剣に考えさせる、そういうパワーを持つようなそういう発言でもあるわけじゃないですか。 もちろんこの発言が岸田総理が本当にできるかといったらそれは無理だと思いますよ。えー、もうその日本の,そのマスコミの状況野党の状況そういうような政治リスクを考えたら、まあ、そういったことを現実問題として総理クラスにですね求めるのはまあ無理だということは理解はしています。で,ですが本当であるならば総理クラスがこういう発言をしても 国内が動揺しないぐらいの政治状況というものを私たちは作っていかなければいけないんであってねその状況を目指してやっぱりですねこう前進させていくっていうことこれをやらなきゃいけないんだよなっていうのをですねちょっとねまた言っておきたいかなと思うわけです。 で、こういう状態から見ればなんですけど、国防予算は来年度から、まあ、少しずつ増やしていきましょうか、みたいな、そういう話でいいのかっていうことなんですよ。来年には、あ実は中国は台湾に実際に軍事侵攻する可能性も結構出てきてるという、この話の中にあっては、来年度だけでも防衛予算は突出して増やして、ね、 一気にに防衛体制のの強化に動くべきじゃなないのといととうことなんですよトマホークなんかをバーンと思い切って大量導入するとかっていうのも必要だしね、えー、その砲弾が国内で継続して生産できる体制というのをもちゃんとね作れるようにしておくっていうのも大事だしね、えー、その戦闘機があこうミサイルがね飛んでこられても守れるように。 地下格納庫をちゃんと整備するというような感じのことも必要だってことになるけれどもとにかく有事があり得るという前提に立った国防強化というのはめちゃめちゃ急いでめちゃめちゃスピーディーにやんなきゃいけない段階に来てますよねで、この観点から言ったら来年度予算どころかですよね、えー、本年度の補正予算として 思い切ってそのねその防衛予算として5兆円分ぐらい追加でもってバーンとやってまとにかく急いでやらなきゃいけないものに関してはもう待ったなしでえ手を加えていくえそういうようなことでもって動かざるを得ないんじゃないのっていうふうにまあ思っていたりするわけですで。日本がね えー、そのなんか遠慮するっていう行動をやったら中国や北朝鮮もですね遠慮してくれるなんていうまあこの左翼の議論というのはもう完全に破綻しているっていうのがこれは現実じゃないですかでむしろ我々が引けば引くほどやつらは図に乗って出てくるというのがこれが実際なんだというこの実際の理屈から考えないといけないわけですよねそして中国や北朝鮮が 別に先制攻撃なんてやりたきゃいつでもできるぜよっていうその姿勢にある中でなぜ我々はですね場合によっては君たちのところに対してね軍事的にこちらに対してミサイルを向けてくるようなことがあったらいつだって対応するかもしれないぜというこういうメッセージっていうのは実は大事だってことになりませんかねってことなんです で、今なお日本にですね、この反撃能力を認めると、えー、それは先制攻撃になってしまうかもしれないから、問題だとかっていう、そういうふうに言っているその人たちの頭の中身って、本当に狂ってるとしか言いようがないですよね。現実には中国や北朝鮮は理性によってコントロールされてるわけじゃなくて、独裁者の単なるその思いだけでですね、 何をしでかすかわからんという状態の中に置かれているというこの我が国の現状というのをまずしっかり見据える必要がある、えー、そう思ったりします必ずやろう日本最高朝栄貴でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます